こんにちは。今回は台南へお仕事に行った際、合間に観光グルメも楽しんできたので、その時の様子をご覧ください。この日はタイガーエアーで行ったんですが、客室乗務員の方がほぼほぼ男性でびっくりしましたが、楽しいですね。席は結構狭めですね。後で気づいたんですが、これ上のところがタブレットスタンドになっていました。今日は翼の上ですね。台南に行くんですが、便が合わず、この日は台北の桃園空港へ出発です。このちょうど真ん中あたりに見える橋が、おそらく淡水エリアですね。台湾はあっという間に到着ですね。荷物を受け取り、今回もいよいよあれに挑戦です。台湾旅行者向けのキャンペーンですね。これは必ずみんなやってください。詳しくは概要欄に書いておきますが、事前に申請をし QR コードを準備しておきます。行くよ。やっぱ一回あったもんかな。それはあると思う。そういうシステムか。おめでとう。見事今回も当選できました。周りの方が当たってなかったようなので、歓声が上がりました。当たるように噂をもとに実践したことをまた概要欄に書いておきます。では新幹線の駅がある台湾高速鉄道の桃園駅へ向かいます。この日はこちらのアプリを使ってお得にチケットを事前に用意しておきました。こちらのバウチャーを持って窓口で時間と席を取りました。時間が決まっていれば事前にネットで取ることも可能です。乗り場に来れました。43分の電車で台南まで行きます。車内は何ら日本の新幹線と変わりないですね。さすが日本製。桃園空港から台南までは1時間半ほどなので、東京名古屋間ぐらいですかね。友達が駅に迎えに来てくれていたので、そのまま食事へ向かいます。サーサールサーサールという台湾式の人気のお鍋屋さんに連れてきてもらいました。台湾では左下のような紙に書いて注文するのが定番です。こちらはお鍋のタレに独自の味をトッピングしています。自分好みの味にできますが、私は辛いのが苦手なのでノーマルのままでいただきます。あ、オッケー、ありがとう。すごい。イカ、すり身、豚、これは肉、あ、牛、豚、ハマグリ。日本でも馴染みがあるものや全く馴染みがないものまで、いろんなものを鍋に入れて美味しくいただきました。野菜、お肉、お魚、全部入れていろんな出汁が出るので本当に美味しかったです。
ちらのタレは味噌でも醤油でもないような日本では出会わないタレでした。初日から台南をたっぷり堪能できました。ホテルに戻る前にこちらのトンファー屋さんに寄ったのですが、なんだかうまく注文することができませんでした。こちらが本日のお宿です。お部屋がこちらです。ちょっと先に入っていきますけど、よし、お部屋こんな感じで広いね、こういう感じ。暑っ、帰ってきたら暑いね。あ、お店あったのかな。あ、なかった。あ、お店あるじゃん、よかったよかった。うん、こっちにもコンセントあるね。トイレはトイレとシャワールームですね。シャワールームです。お菓子じゃないのか。お菓子か、お菓子か。水は2本、先に冷やして。うん、あ、すごい、お水がセットでもらえてね。入ってます。あとスリッパがもらえました。こちらが先ほどのトンファーではなくなったかき氷ですね。でもこちらもめちゃくちゃミルキーで美味しかったです。さて、翌朝のホテルのビュッフェからの紹介です。午前中時間があったので台南の街を少し散策してみることにしました。この時台湾はまだ旧正月明けで、まだお正月の雰囲気が残っているのと、ランタンフェスティバルの最中で街中がこのようなランタンに彩られていて、とっても綺麗な雰囲気でした。台湾のコンビニではこの味玉が定番のようです。すごいすごい、ソーセージ回ってる。謎モニュメント。続いて台南の人気観光地ともいえる林百貨店にやってきました。こちらは1932年、日本の山口県出身の実業家である林さんが創立したことから林百貨店となっております。こちらのお店では数々の台南お土産が買えるので、ぜひぜひチェックしてみてほしいです。屋上に出てみると、なんだろう、こう肉まんみたいなやつ。こちらは肉まんではなく、台南の伝統的なおやつ、ポンビンでした。ちょっと風景とはいうものの、あまり何も見えませんね。絶景とは難しい。
さてさて、ランチに来ましたよ。台南グルメとして人気が高いこちらのエビ飯のお店にやってきました。エビ飯は甘めのタレがかかっていて、エビがプリプリでとても美味しかったです。お仕事を終え、夜やってきたのはこちらのお店です。メニューこんな感じで翻訳してみましたが、全部頼んでもらいました。こちらの長細いのがここのお店の名物のエビフライです。あとちまきやイカのはんぺんなど、定番のルーローハンも美味しかったです。やった。最後に近くの会場で行われていたランタンフェスティバルを覗いて帰りました。こちらがこの会場で一番の注目を集めていた竹のオブジェですかね。こちらはまさかの素材を集めて作られていました。なんと牡蠣の貝を集めてイルミネーションにしていました。さてこちらの素材は一体何でしょう。違うね、これアルミ。何やら部材のようなパーツで組み立てられていました。ということで今回の台南旅はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。翌朝のホテルの朝食の様子をご覧いただきながらのお別れです。ではまた次の動画でお会いしましょう。